皆様こんにちは。ニッセアセットマネジメントの小林です。先月の市場環境について解説いたします。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに7月の市場環境について総括いたします。株価は国内は上旬から中旬にかけて下落、中旬以降は横ばいで推移し、月末には上昇しましたが、月間では小幅の下落となりました。海外は上旬は下落、中旬は反発に転じ、月末にかけても上昇が継続し、月間でも上昇となりました。金利は国内は上旬に上昇した後、中旬から下旬は横ばいで推移、月末に急上昇し、月間でも大幅な金利上昇となりました。海外は上旬は上昇、中旬は低下に転じ、月末は再び上昇、月間でも金利上昇となりました。ドル円レートは上旬から月半ばにかけて大きく円高ドル安が進展しました。下旬は円安ドル高へと転じ、月末も円安ドル高で推移しましたが、月間では円高ドル安となりました。続いて各市場の動きについて解説いたします。最初は国内株式の動きです。7月の日経平均株価は月末で 33,172 円と、月間でマイナス 0.05% の下落となりました。上旬から中旬にかけて円高進行を受けて下落し、中旬以降は横ばいで推移しました。月末には円安の進展を踏まえて上昇しましたが、月間では小幅の下落となりました。次は米国株式の動きです。7月のニューヨークダウ平均株価は月末で 35,560 ドルと、月間で 3.35% の上昇となりました。上旬は堅調な景気支障を受けた利上げへの警戒感や金利上昇を背景に下落、中旬は CPI 減速をきっかけに上昇し、企業決算への期待等から月末にかけても上昇が継続、月間でも上昇となりました。次は国内金利の動きです。7月の10年国債利回りは月末で 0.612% と、月間で 0.211% の上昇となりました。上旬は海外金利に連動して上昇した後、中旬から下旬にかけて横ばいで推移、月末には日銀金融政策決定会合でイールドカーブコントロール政策の運用柔軟化が決定され急上昇となり、月間でも大幅な金利上昇となりました。次は米国金利の動きです。7月の米国10年国債利回りは月末で 3.96% と、月間で 0.12% の上昇となりました。上旬は堅調な景気指標から金利上昇、中旬はインフレ指標の鈍化を受けて金利低下に転じ、その後横ばいで推移しましたが、月末には米国 GDP の上振れや日本の金融政策修正に関する観測報道を受けて再び上昇し、月間でも金利上昇となりました。最後は為替相場の動きです。7月のドル円レートは月末で142円29銭と、月間で2円02銭の円高ドル安となりました。上旬から月半ばにかけて米国金利低下や日銀の政策修正への警戒等から大きく円高ドル安が進展、下旬は米国金利上昇により円安ドル高に転じ、月末の日銀のイールドカーブコントロール運用の柔軟化の発表後も円安ドル高が続きましたが、月間では円高ドル安となりました。以上、先月の市場環境について解説いたしました。来月もぜひご視聴ください。ご清聴ありがとうございました。